バーツラフ・ハベル・プラハ国際空港は、チェコ共和国プラハにある国際空港である。救命は、ルズイニエ国際空港であったが、2012年10月5日、2011年12月8日に死去したビロード革命の立役者で最後のチェコスローバキア大統領、初代チェコ共和国大統領、バーツラフ・ハベルの生前の辞責を称え解明された。 同国のチェコ航空のハブ空港になっている。1937年の開港当初から、ある旧艦政党1945年10月12日、プラハ訪問時のドワイト・ディ・アイゼンハワー1937年4月2日に開港した。1968年8月に発生した、チェコ事件の際には、8月20日深夜にソ連軍の空挺部隊に制圧され、 ソ連軍の補給拠点として利用された。ターミナル1の、外観ターミナル2の、チェックインカウンターターミナル1ターミナル2公共、交通機関を利用する場合、空港への急行バスが地下鉄 A ラインの始発駅、ナドラジビールスラビニ駅経由地下鉄 C ラインの、ハロベニーナドラジ駅行き、市内バス100系統だと地下鉄 B ラインの始発駅、ズリチーン駅、 119系統と254系統が地下鉄 A ラインの始発駅、ナドラジビールスラビン駅方面へ、179系統と225系統だと地下鉄 B ラインの途中駅、ノババトバス駅まで運行されている。ありがとうございます。